京都一レース、バント失敗。今日もやれない予感がプンプンしております。ちょっと昼から飲み放題でベロベロになる可能性は高いけども、焼け酒スタート、乾杯。それでは5月28日日曜日朝礼を始めたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。30分くらい喋るくらいだったね。結構長いし向かってる情報を一番好きなのやってもらえない絆なんで一番好きなの、一番感動した。間違った情報があったらその情報を取ってみるか。22、3で一番ね絆がねやっぱめっちゃ本命で勝つってもらったけど、俺が乗ってたから勝手してる勝手してるなんだなって今絆、いやまあ感動したか。あれはよく絆、あれ一番人気になったよね。一番人気になると思わなかった、ね、内枠から大外行くっていうあの乗り方、あの前残りの木じゃない、あんなあのめっちゃ前残ってたから。あーでもあれ、うん、なんだっけあれ、エピファネイア、エピファがちょっと先に抜け出して最後サクッとね、最後の最後で絶対エピファ勝ったと思ってよね、うん、スタートしました。10番の日の出道遅れました。16番マルティスも後方好スタート、好ダッシュ。2番のプルスウルトラ飛び出して7番あの取れたかない可能性があるからあの編集つなげるように。まだ始まってないじゃん。今日誰もねラストメイフロッキーネーダディラストなんですね。おしゃれ。それは俺たちのメインはメイフルメイ全然そんなにダディスペシャルレースがメインなの。かまっかかあとは13番カズラポニアン高校集団コーチって言うよ。めっちゃ分かんないけど、しげるチャンス、しげるチャンス、しげチャンス、鼻切りましたよ。しげチャンス、ロング AT やったりそんな感じ。スイカのスイカ 40% で入るチャンス、京師のチャンスみたいなチャンスそれ。しげるが 9% のそのみたいなのが歩いてる。しげるチャンス突入、今は突入した段階だ。でもしげちゃんそろそろ口が回らなくなってきてるからちょっと危ない匂いしてるね。ちょっとね、危ないよ。7番来てる。7番とんでもない。青なとか連チャンするからね。余計なことすんなって。あでもまあ、あいや1いっちゃったダメだ、サメカツじゃん。1いっちゃった。で多分かぶされたくないでしょ。うん、あこれ、いやなんで1、別に普通にちょっとうちでいればいいのに、そのまんま言うな、勝手に落ちてるのに、勝手にいればいいかってよね、今
あ、ダメじゃん。ダメだ。飲み込まれたよ。飲み込まれた一撃だ。ダメだ。始まるよ。お疲れ様よ。これ何番の声がいいか全然わかんない。マチカネ岩清水声がいい。そうだ。食べつけるよゼロだから。ダビスタとマチカネ岩清水。何がいいかは俺もわかんない。しかもいきなり難しいとこから始まる。いっぱいあるし確かね。二十五でいい。供給レース中。何してもね、なんで選ばれてない。僕9番。今それ撮って送ってもいいし、最初に来たやつも同じでしょ。ナンバー言って。送りました。3、4、6、8、9、6、8、9、11、12、11、12、14、15、14、15。5入ってないじゃん。6、2、3、4、5、6、7、8、9とね。5来るんじゃないのこれ。5、8、5、8。来たら30倍ぐらいだから。スタンド方向へと風が吹いてくる。3、4、6、8、9、11、12、14、15ね。あれ、5入れてなかったっけ？いや、5欲しいもんって言うよ。絶対ない。5いないっすよ。5絶対ない。5出遅れだし、もう絶対ない。5出遅れだし。3いいぞ。3いい位置だぞ。あ、4だ、俺。高いの、これ、高いの。3じゃない。9。そんなすら、3、4来い、3、4。あ、9。あー、エコロパルコン。多いんだよ、マンション。じゃあ、15番は買ってんすか？ 15 番はいいよ。9番が多分、ないんじゃないかな。で、じゃあどこにいる ?15 番いいよ。ミッキーでいいな。15番いいんじゃないですか。15番でいい ?15 番でいい ?15 番でいい。あ、人気か。いや、飲めるよ。安心したい。それはそう。16番でいい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 。15でしょ、ほら15。際どいよ、でもこれ。どっちでもいい、どっちでもいい。どっちでもいい。どっちがいい。まず、まず。際どいよ。やべえな、俺予想したままほぼ来てる。買わないとダメ。あ、8の方がいいっしょ。8の方がいいの。10って15番人気じゃん。やば。ところがゴールです。3着は10番ルーキー小林翔太騎手が騎乗した10番ライオンの残りは3着、8タイム1分36秒。うわー、上げ下げ、9、いや、これ9だ。あー、惜しい。これ8なら激アツなんだよ、これ。惜しいってか当たってるのかって思ったら。いや、だって2番人気だもんね。2番人気か5番人気のね。これ9番なんすか。以前ほどね、急に3側にね、傾くようなところもなくなってきましたし、下げが完全に歩けるようになって、体つきのがそれに伴って、広島に隣接してるけど。6番、グランディア。東海でしょ、こちら東海では東海ではまずない。東海だ。体の変化感じません。感じなくなりましたし。ああ、俺岡山行ってるわ。今成長したなと思いま
氷河ちゃんは、あの、氷河は、あの、もっとこっち側。岡山のこっち側。奥の方。広島に隣接してるわ。山口、岡山。山口って隣接してるの島根か。本当に島根島根って県なの？ね。鳥取面してるかな。どうだべな。愛媛、愛媛。愛媛でしょ。いや、愛媛はお前、離島や。まあ、隣接ね。あの、橋はかかってるかもしれない。あ、そうそうそう。あの、いや、広島じゃないです。岡山だぞ。愛媛も島並海人でしょ。でも、お前、意外と、明石海峡大橋とか、いろんなとこかかってる。セットは違うし。ちょっとここで挽回してる。これ全部入ってる。無知な感じが全部これだ。収録されてる。今の中の発言だから今日は無知なの。東海じゃないの。愛知の酸素を前に入れた時よりもさらに良かった。岡山は中国だって言って買ったの。中国だ。これもウィンファイが外した。違いますね。これね、あのカットしないで。乗せるからね。何よりかなと思います。むしろ美味しいっていうのか。美味しい。あね、もう始まるんですよ。これカットできないからすげえよ、ほんと、南高校。次は南高校ね。そう、次ロフト。はい。京都系の声がいい。4、5、10、11、12、13。何がついの？10がついの？10がついの？これわかんねえな。今日のウィン5。2戦目。あ、何超えばいいんですか？これニャンチンの。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 強い日差し。何も我慢する。絶対来ないじゃん、僕は。これ来たら激アツだよ、激アツ。激アツ。勝ってんの？一個遊ぶならここかなと思って。あるよ、これ。それで15番買って。地方で。15番も買ってないんだ。やめて、15番とかやらない。マジで遊びがすぎるわ。非常にこの15レディビル来い。4、5、10、11、12、13。レディビル。レディビル。15歳、逆に15は来なきゃいい。15は来なきゃいい。2番のレイメイ。悪魔収まりました。最後に16番、ハイラブハンター。ハイラブハンター、ゆっくり近づいて。何この静けさ、嫌な予感です。難しいと思いますよ。静かになっちゃった。嫌な予感する。5番で遅れた？少し遅れました。結構ちゃんと。で、15番がいい感じだからね。ニャンチンのやろこれ。いいよ。ニャンチンの。ちょっと強めのお酒もらっていいですか？取り込んでくる。いないんだもん。何やってもいいってことでしょ。ちょっと来ないね、全然ね。ボトル3つぐらい盗んで帰ってきたもんね。もう開けちゃいましょう、僕らも。ちょっと高いやつ。全員飲んで知らんかった。いいよ、4番いいよ。そのまま、ボルボグラウンド。4番の後ろとかに急に穴開かないかな。7いったぞ。7いったぞ。いや、7もうないわ。いや、こいつ逃げるか負けるかどっちかなんだろう。大丈夫。いや、残す。いや、1着はないってやつ。そして3はプリート、レイクリエイター、グーデンドラーク行って3コーナーへ向かいます。あとはシガーソンの方に進んで、さらには15やだね。そして手動いてんじゃない？ 15 難しい。あ、いや、てか数いいね。忙しくなってきたよ。ちょっと忙しいね、これは。ちょっとまくり合戦だよね。でも5番いいよ、5番いいよ、動くてるもん、5番いいよ。まあ、蓋すんだって、ピンク。蓋すんだって。あ、12もいいよ。いやー、邪魔くさい。いや、15すごいな。15いいわ。もう12しかない。15いいわ。12しかない。15じゃダメだ。いや、15いいわ。13、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 13
な、ウィン5って。あ、強い。はい。9番やべえ人気ね。9番やべえ人気、ね。それこいつ。ちなみに、13番何番人気？ 5 番人気。お、いいよ。いいじゃん。あれこれ行くんじゃない？なんかこんな感じするじゃん。あるね。あるね。ありそうな。あるね。行った。だってない。あと3回当てればいい。そうそう。簡単じゃん。最後もう ないもんだから。最後ないとかね。あと2回。最後ないってある。もうない。これもうあのソウルで決まり。ああ、なるほど。ウィンフォーだから実質。ウィンフォーだ。すげえな。最後ない。決まってるもんね。そう。だからもうあと、払い戻し行って、現金を持ってきて、ここでみんなに飲む。ガールズバイクでしょ？ガールズバイク。おっぱいに万件挟んでるじゃん。なるすぐガールズバイク。決まってるんだよね。顔取らないで。ちょっともう花がやっぱり強い。すいません。言ってるんじゃないですか。このおじさんめっちゃ馬券うまいんだ。あ、そうなんです、ね。うるせえな。あなたちは。もう残高300円です。やば。でもいける。一番人気。俺思ったよ。あのさ、ジャパンカップのさ、あの時アーモンドアイムじゃん。みんな集まって。あれちょっと撮っとけばよかったなと思ったんだよ。動画でね。あの一番俺冷めたから。全員外れたし、あれまあ、しげちゃん事件はね、多分違う。あ、そっちじゃないですか。奇跡がぶっ飛んでたでしょ。あの時もね、カレンブーケロード奇跡から、ね、そうよね。ぶっ飛んでた。俺楽しかった、でもあれは直線まで奇跡のチャンスね。あ、動画だ、これ動画撮った。日本スターティングになっちゃう。1000万くらいもある。おっさん何番っすか。天下り、5、7、11、14。4と、こっから4とです。新木から熱いよ。新木から激アツ。7、7、ウィン5の対象3レース目、日本ダービーの1つ前のレース。次もダービーだもんな。64年前、え、次ダービー。あ、一応東京の、あ、京都、京都を挟むらしいですけど、うん、ここで勝ったら騎士はダービーで騎士ですね。あ、いや、そうそうそう、いや、いいんだよね。それ番も騎士だし、確率考えたら。でも、それ俺にしか勝たないと思う。スタートしました。揃ったね。先行争いは2番、その先喜んで勝ちました。花差で2着。まだこれから。まだ。8がコースだったんですか。そう。花差で9番。先頭に立って周回コースの向上です。2番手控えました。4番手ミッドバローズ。同枠8番ボーソン。何を言えばいいんですか。何を応援すればいいんですか。5、7、11、14。5、7、14。これで新木来たら暑いなぁ。でも暑い。いやでもなんか取りそうな気はしますね。さっき当ててるのが。デリットダム、デリット残り1200を切りました。中段の後ろに5番ローシャルパークが続いています。先方までは10馬身。これに並んだ14番のパーペンタリアで3コーナーのカーブを回っていきます。残り 1000m を通過。あとは後方 2、3 馬身離れて16番パープルデリー。でも静まり返ったらこないし。なんか嫌だね、この空気。嫌だね、さっきまで盛り上がったんだけどね。59秒か。まあ、でも、18だからそうでもないね。ずっとでも、ミリアムが一番穴あったもん。辛抱悪くないよ。ここで辛抱欲しいよ、これちょっと。前がいないね。いや、辛抱。うわぁ、スカゾー。京都の方が知らんよ。うわぁ、辛抱、外出した。来てる、来てる。でも、ローシャム、うち救ってるからね。来てる、来てる。辛抱、来てる。ダミアン。まだ追ってないよ。あ、追い出した。9番来た、9番強いな。16来た。5、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 5
これこれマジでウィンファル飛んじゃない？これあるんじゃよこれ。飛ったのが。いやあるよもう。マスリーだって。おおすごい。いやさっきがあったんよね。マジでウィンファルの時は。えこれマジで全部。いやいやいや。次だけ。次だけ。次四頭だね。俺絶対そうだと思ってる。いやダービーはそうだよ絶対だよ。そろそろ仕込まないとやっぱり買えなくなっちゃうね。心の底から応援して。あんま余計なこと言わないで。シナリオ、シナリオなんかね。そう。これ P 入れなきゃいけないからね。ちょっと早く。ダービー長いか。俺ら残飯。これが、そう、でも絶対に俺が、編集が大変。そうだね。いや、確かに。怒るわ。岩田。おー、いいですね。ウィンファイブ入ってるの？入ってんのよ、一応。入ってんの？入ってんの？あるみかんの製鉄にしてもらおう。うん。前向き。新しい靴から乗って。はい。ホームレース、と補充レース、アルプススペースをお伝えしていきます。ターボ付きの製鉄とかないかな。うん。そうそう。それコナン君だです。7番の早出さんです。一番人気は12番のママコチャ、15番のピアノスキャットを集めています。坂本さんの本命は、ダメなソロレース一着でいいよ。ババの情報落鉄があったということで、定説を打ち切って、今その予想をしているというようなレースぐらいになっていますが、じゃあ外れんだから好きなのかな。いや、じゃあ外れんだから好きなのかな。関係ないな。外れんだから、ちょっと当たりはバリ見せてたんで、今回安田の仕組みを壊したと思いますし、このメンバーでもね、力強いかと思います。もっさん、これいいとこ選んでるね。選んでる。天才じゃん。天才。天才。いや、薄々気づいたの。やっぱり。才能が怖いです。次、5、10、12、15。おぉ、10、12、15。1回バグが当たるようにできた。これは天才的なチョイスだよ、多分。二日酔いのくせに。だから木曜日から予想してますね。木曜日からあれですよ、僕無双伝説かな。あんなんですか。トナイトでいいですか。そうですね、あの午前中のレースもね、いい時計が出てたので、バグは悪くないからね。何を取るかな。これはね、ねえウィンスリーで外したヘッポコさんを超えたいだけなんですよ。もう超えた、もう超えた、超えた、大丈夫、大丈夫、まだ同点だよ、大丈夫、大丈夫、超える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 、いやもうしてんじゃん、走ってた。あ、ここでウィンファイブですもんね。そうですね。何超えばいいですか。5、10、12、15、5、10、12、15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 
ライズ。サンライズ。サンライズ。コベルオープンやばいのかなとしても。この西戸は比較的中段後方のあたりからということになりました。さらには、カリアオール、12、10番のルチ・トリフォールがいて、さらには、リレーが、そのまま通って、テンハッピーローズ、最高峰から笹野ロックという格好で、さあ、坂の下りに入っています。戦争は、昔はなんか逃げて、逃げて、前の間でつけてみたいな気持ちかな。ファンダイザーあるぞ、これ。マコチャでいいよ、マコチャでいいよ。これもう実力勝負だろ、みんな普通に走ってよ。みんな普通に走った。一番実力は。フルパレー。強いわ。最近 V4 なのさ、ああ、新人になります。ただゴールかっせよ、ただカノちゃん家でウィンスリーで渡した。これ一番人気ですよ。でもこれマモコちゃん、まあ、うん、それも3倍程度です。チャックがピーボーだった。
決着がついたのか、はたまたまだなのか、どうご覧になってますか。そうですね、まあね、展開とね、なんだ主な無敗の2冠馬ってな、主な全部出せばいいのに ね、 ね、出せばいいのに問題カブラヤオ、カブラヤオ、カブラヤオ日本のメルボ少し減速してるメルボ、そう書いてテヨンス、テヨンス何かあの、サニーブライオンって、サニーブライオンが負けてるんですね。サニーブライオンって、サニーブライオンって、いやー、今見えないんだけど、多分なんですか。まあ、始まる。90回目の日本だ。始まるよ。よーし、来い。いやー、頼むよ。お前が勝って2冠だよ。変なことしなきゃ。今350メートル。何が逃げるの？流れるか流れないかだね、今ね、ペースがね。いや、生きてるは生きてる。いや、そう、あの、2番のあのさ、ルメールがさ、ちょっとさ、前に進んでるんですけど、あの馬スタートしてた。いや、どうだろうね。1枠。え、E5 は来てる？来てます。いや、一番人気、ここは。そうだ、1点、最後1点、それで終わり、最後1点、その能力来れる、やればできる、化け物だ、いや俺も行こう、この世代では負けない、この世代では負けない、しししやばい、今年の2位は ほらもうソウルエース完璧でしょ、これで負けるわけない、お、こんなちょっと怖いよこれ、囲まれてるじゃない、いやだから以上の用意どんもいらないで、これでルメールいらない、ルメール頼むわ、ルメールこのすごいこれマチアンス言ったな、もうあとは馬の勝負だ、これで負けたら3人強いわ、わルメールが最高だね、めっちゃいいとこにいるよ、しかも、じゃあ大丈夫これ捕まえに行かん、こんな負けたらもう捕まえに行かん、めちゃめちゃ当てに行ってるよ、ちゃんと、ちゃんと、ちゃんと得点行くなよ、まだ行くなよ、別にいいんだ、いいんだ、入れて負けたらもうしゃあない、しゃあない、ただめ外から振られるし、まだ持ってる、まだ持ってる、出すなよ、まだ出すな、いいんだいいんだ、うちに入れ、うちに入れ、たけし、いい、まだいい、何もせんな、何もせんな、たけし、まだいい、まだいい、おい、おい、今だ、
ルメールもダメだ。ルメールダメだ。ルメールもダメだ。マジで。ソロレース足見せて。攻撃決定。ルメール何やってんだよ。ソルカって。あ、ソルカ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 。あ、だけどなんか、緑のやつのオーバー。いやいや、勝てよ。そのままそのまま。ソルカ勝った、勝った、勝った。ソロレースが勝ちました。勝った、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 勝った。マジか。レーンじゃん、レーン。レーンか。うらねえ。いや、遅いね。レーン取った取った、俺もレーン取った。レーン。もしかして3連続取ったの。うわー、チャンス。あ、じゃあ取ってるよ、俺。頭から。もう2着そうで。3着は3着。いや、3着微妙だな。1番じゃないの。いやー、微妙だな。いやー、ついレースが勝ったと思ったわ、今。直線長いね。それは東京ってこんなに長いの。長いかも。結局レーンかい。もういいこれは。はい。少し三着。いや三着何番？見えなかった。多分一だと思うな。一だね。ハーツ。あ、だって持ってる。一番ね、見ちゃうかった。見ちゃうかったね。ハーツ。あれ全員負けでしょ。全員負けてる。日本負け。画面相続。いやー結局ねみたいな。Thank you.